ガンガデッキョンな。どもども、中年ゲーマーヨロさんです。さてさて12月30日、年越しボスラッシュ2022、4日目の、開催でございます。4日目のボスは、肝試しイベントで戦った西欧と愉快な仲間たち。ただあの時は集会イベントで、戦っただけなので、高難度クエストとして戦うのは、今回が初ですな。耐性は西欧がザンダヨウマイナス40を、ナイトスケルトンがダネツマイナス30を、ヨウマイナス40を、とりあえずダカヨウのアタッカーを、編成すればいい感じですな。アビリティは西欧のみが、所持で、ラウンド開始時命中率極大アップの、集中のみ、めんどくさいアビリティは特になしといった感じです。スキルは西欧はザンがメインでダライヨウが、少々、直接攻撃と間接攻撃が、半々といった感じですかね。ナイトスケルトンもザンがメインで、打突用が少々。こちらも直接攻撃と、間接攻撃が半々くらいといった感じです。で、ナイトスケルトンは不滅の忠義という補助技を、所持、ヒートアップ台を永続付与してきます。ただ使うタイミングが普通と、違いまして、ナイトスケルトンがダウンしたら西欧に、使用してくると言ったようでございます。取り巻きを早く倒しすぎるとちとめんどくさいことになりそうですな。あと、出現する敵の特性が不死活断性ですので、そこら辺の特攻武器があると、ダメージを稼ぎやすいでしょう。とまあこんな感じですかね。それでは私の攻略パーティーの、ご紹介。はい、こんな感じのパーティーです。陣形は方天部の陣階、配置はこんな感じです。一番に人間男。ステータスと装備はこんな感じです。強く武器の武勇なくを、装備しております。グレートアドベンチャーを継承。タンク役兼カウンターでの、アタッカーとして採用しております。2番に最終皇帝女。ステータスと装備はこんな感じです。武器成績は体験の達人の成績をつけております。聖月を継承。アタッカー兼全体ヒーラーとして、採用しております。3番2乗。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、105% となっております。生命の水プラスを継承。モラルダウン付与役兼ヒーラーとして、採用しております。4番にタチアナ。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは特攻込み 121% となっております。腕力デバッファーとして、採用しております。5番にエスパーガール。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、102% となっております。念動力を継承。アタッカー兼全体ヒーラーとして、採用しております。耐性はザンダヨウを、上げるようにしております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ナイトスケルトンが一体でも、ペロったら不滅の忠義を、使ってくるっぽいので、雑魚は生かさぬよう殺さぬようでできる限り西欧の HP を、削っていくのが良さげですな。1ターン目、人間男はグレアド。女帝様は、行月人。ジョーはオーディー大王以下。タチアナはピコットハンマー。パガールは、西欧に念動力です。取り巻きのナイトスケルトンは弱体破りを、持ってないので、全体でバフで無力化しておくと、戦いやすいです。なんか女帝様ばっかり狙われてるんですが、戦ってみた感じですと直接攻撃の、頻度はそこまで高くない感じです。ワンチャン今回もカウンターゲーじゃね?と思いましたが、さすがに3連続で同じようなクエストにはしてこなかったですな。とはいえ全く使ってこないわけではないので、ある程度はカウンターが有効でございます。あとはできるだけ多く西欧に、カウンターが飛んでくれるとありがたいんですがね。2ターン目、人間男はクイックドロー。女帝様は聖月。ジョーは西欧にイカフレッシュ。タチアナはピコットハンマー。パガールは、ひたすら念動力です。ナイトスケルトンは結構な頻度で、聖域吸収を使ってくる感じです。あと、
後半になって西洋が使ってくるせいかも、結構痛いので、両体勢はしっかり持っておいた方がいい感じです。強力な全体攻撃は間接攻撃が多いので、イスカンおじさんを使うのもいいかもですな。3ターン目。人間男はクイックドロー。女帝様は、行月人。ジョーは大王以下。タチアナはひたすらピコット。パガールもひたすら念動力です。なかなか西洋に飛んでくれませんねー。ナイスカウンター。この調子でないとスケルトンを、ボコス前にある程度 HP を、削っておきたい今日この頃。タチアナもいい仕事してくれてますねー。しかしそろそろどれかのナイトスケルトンを倒してしまいそうですな。女帝様が結構ダメージもらっちゃいました。次のターンで回復しておきます。4ターン目。人間男はオーディーグレアド。女帝様はオーディー幻月。上は以下フレッシュ。タチアナはオーディーピコット。パガールは念動力です。ナイトスケルトン3体撃破。次のターンから不滅の忠義が発動ですな。ここからはなる早で西洋を倒せるように頑張ります。5ターン目。人間男はクイックドロー。女帝様は聖月。上は大王以下。タチアナはピコットハンマー。パガールは念動力です。的が減った分、西洋を狙ってくれるようになりました。この調子でガンガン削っていきましょう。はい、やってきました不滅の忠義。他品でも忠義を尽くしてくれる部下がいるなんて西洋は幸せもんですな。ナイトスケルトン全処理完了。あとはひたすら西洋を削っていくだけのお仕事です。しかし成果の火ダメが結構痛い。まあ最悪人間男さんと対マンで殴り合えば勝てるっしょ。6ターン目。人間男はクイックドロー。女帝様は聖月。上はオーディー以下フレッシュ。タチアナはグレートドルフィンショー。パガールはオーディー魔女のいたずらです。腕力デバフは、入れてもすぐに弱体破りされるから不要ら、以下のいたずらってなんかシュールですな。できれば力もつけていただければ、嬉しかったんですけどねちょっとそこは男さん狙ってくれんと困りますがな。女帝様がペロリンチョ。こいつはマイッチングマチコ先生ですわ。7ターン目。ちと迷いましたが人間男は、クイックドロー。上は女帝様に生命の、水プラス。タチアナはピコットハンマー。パガールは念動力です。しっかり追撃発動してくれるならオーディーバレットダンスで倒せてましたな。まあこればかりは読めないんでしゃあない。大王以下なしやと4桁ですってよ。奥さん、モラルダウンマジ大事ですな。7ターン目、男さんとタチアナのオーディー連携で西洋に、とどめです。
ってな感じで7ターンで西欧と愉快な仲間たち撃破。今回もなかなか骨のあるクエストでございました。骸骨だけに。以上、年越しボスラッシュ2022、4日目、西欧と愉快な仲間たち攻略でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、